皆さんこんにちは。8月30日秩父おもてなし TV 藍染友美です。さあもう少々も過ぎまして、少し秋を感じるような日々になってきましたね。はい、まだまだ暑さは厳しいですけれども、夜になると少し涼しい風で秋を感じています。そしてもう秩父地域ではトンボも飛んでいるんですね。今日はそんな秋の話題も満載でお送りしたいと思います。それでは今日のニュースのラインナップご覧ください。さあ8月30日今日のラインナップです。52席の私服と秩父鉄道ということで初の乗り入れ運行です。秩父満喫ハピネストレインが運行されました。今年は出来がいいそうです。秩父ヤマルビーの品評会の様子、秋の七草寺オープン法要、そして秩父市役所インフォメーションは災害に備えて、最後 PR 秩父は秩父鉄道からのお知らせ。今日は以上のラインナップでお送りします。さあまず今日最初の話題です。西武鉄道の52席の私服×秩父鉄道ということで初の乗り入れ運行が叶いました。秩父満喫ハピネストレインという8月28日限定の企画運行でレストラン電車が走りました。その様子をご覧ください。秩父鉄道お花畑駅で嬉しそうに電車を待つのは西武鉄道と秩父鉄道のスタッフ。西武鉄道と秩父鉄道では西武旅するレストラン52席の私服が秩父鉄道に初めて乗り入れる企画運行、52席の私服×秩父鉄道秩父満喫ハピネストレインを8月23日に運行しました。この52席の私服が他社線へ乗り入れるのは今回が初めてとなります。この企画運行は西武鉄道池袋駅から52席の私服に乗車、車内では限定の特製デザート付きコースメニューを食べながら乗り換えなしで秩父鉄道長瀞駅へ向かい、長瀞ライン下りやぶどう狩りを楽しむツアーとなっていました。初の乗り入れ列車ということで長瀞駅では天神会による秩父屋台囃子や横断幕、手振りの旗でお迎えし直通運行を歓迎していました。この直通運行では秩父長瀞を観光名所を楽しめるツアーとなっていて、参加者は秩父と長瀞を満喫した様子でした。さあということでこちらの、話題はですね、実は、秩父市観光課とそして、長瀞町の産業観光課のコラボレーションの映像という、そんなコラボも実現した話題でした。地域一体となってこの盛り上げをね、皆さんにお伝えできたらと思います。今後もこういったさまざまなコラボをお伝えできればと思います。では秩父オリジナル品種の秩父ヤマルビー、今この季節を迎えていますが今年の出来がとってもいいそうです。秩父ヤマルビーの品評会が開かれました。今年のブドウはかなり出来がいい状態になっております。でヤマルビーの方もですね、見ていただければ分かるんですけども糖度も高く、そして色も濃くてですね、例年にない仕上がりとなっております。生産者としても嬉しく思う次第でありますし、これからもヤマルビーの方の普及に向けて、生産者も頑張っていきますので、生産者さんも今年の出来の良さに満足している秩父のブドウ。その中でも欧州系の高級品種リザマートと米国系品種ピアレスを交配した秩父オリジナル品種の秩父ヤマルビーの品評会が開かれました。この品評会では秩父市、横瀬町、長瀞町、皆野町の4市町6組合およそ30個の生産者が出品しました。
審査の基準は糖度や色、粒の揃いなどの見た目や独特のパリパリする食感や虫などの影響がないかなど100点満点で評価していきます。毎年糖度23度ほどと高い秩父ヤマルビーですが、今年は晴れの日が多かったこともあり、糖度25度のヤマルビーもあったそうで、例年に比べ糖度が高い傾向にあるそうです。第8回秩父ヤマルビー品評会、埼玉県知事賞は皆野町の竹内さん、秩父農林振興センター所長賞は秩父市の内田さん、秩父市長賞は長瀞町の福島さんとなりました。さあ、ということでこの秩父ヤマルビーなんですが、園にもよりますけれども9月上旬まで販売予定ということで、1キロ2500円からとなっています。また毎日販売開始から2時間程度で完売してしまうということですので、ぜひお早めにお出かけください。さあ、続きましては今年も長瀞町の秋の観光名所、長瀞七草巡りがスタートしました。この長瀞七草寺に訪れる人々の安全を祈願する七草寺霊長オープン法要が長瀞町の多宝寺で行われました。この日は処暑ということで、これからは暑さも収まるわけですが、今年は猛暑の中、各お寺の僧侶や長瀞町の関係者などが集まり、お経を唱え仏の前に七草を献花しました。秋の七草は桔梗、藤若葉、葛、萩、お見返し、尾花、なでしこで、この日の法要が行われた多宝寺では桔梗が育てられています。多くの方に楽しんでいただきたいとオープン法要が行われました。なお、長瀞七草寺巡りの七草の開花情報は長瀞町観光協会のホームページをチェックしてください。なんといってもコロナでずっとお休みをしてましたので、去年もオープンはしたんですけど、ちょっと縮小したとか自粛をしながらの形でした。今年は通常と同じような、まあ、以前の4年前と同じようなですね、形に戻ってきましたので、まあ、なんとかお客様にね、秋の最初のとっつきの観光ということで、秋の七草寺を、まあ、皆さんに楽しんでいただければと。さあ、この長瀞七草寺巡り、詳しくはこの後の秩父鉄道のコーナーでもお送りします。続いて市役所インフォメーションのコーナーです。今日は危機管理課の丸山さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、秩父市役所危機管理課の丸山と申します。本日はよろしくお願いします。さあ、8月30日から防災週間が始まりました。今日は明日来るかもしれない災害の備えについてお聞きします。9月1日は防災の日ですが、なぜ9月1日が防災の日になったのでしょうか。はい、
防災の日は1960年に国が9月1日と定めました。9月1日は関東大震災が発生した日であるとともに、台風などの災害が発生しやすい時期になっています。災害への備えを怠らないようにとの思いも込めて、防災の日を制定されたそうです。防災の日をきっかけにして、皆さんが一度防災について考えてみてください。はい、防災のことについて考えるということなんですが、どのようなことから始めたらいいんでしょうか。はい、防災で重要なことっていうのがですね、自分の命は自分で守るという意識を持って、自分が避難するタイミングを知るということです。私も防災の担当になるまではわからなかったんですけども、ここでいまいち、よくわからない高齢者等避難や避難指示の発令について動画をご覧いただきたいと思います。それでは動画をお願いします。大雨や台風などによる災害から命を守るために大切なのは、日頃の備えと早めの避難。適切な行動をとるために、令和3年5月からより分かりやすくなった避難情報をぜひ覚えてください。大雨や台風が迫ると、これまではご覧のような避難情報がお住まいの市町村からテレビ、ラジオなどを通じて発表されていましたが、新たな避難情報では警戒レベル3、4、5がすぐに理解でき、行動に移せるよう見直されたのです。そう、警戒レベル3の赤は高齢者等避難です。これは避難に時間のかかるお年寄りや障害のある方、またその支援者などは危険な場所から避難してという知らせです。おばあちゃんも逃げてくださいね。はい、わかりました。そして警戒レベル4の紫は避難指示。これは全員が危険な場所から避難してという知らせです。これまで使われていた避難勧告は廃止です。これからはレベル4の紫で全員避難と覚えておきましょう。警戒レベル5の黒は緊急安全確保です。これが発令されたら、今からでは避難場所に行くのも難しく、命の危険が迫っている状況。警戒レベル5の発令を待ってはいけません。紫の警戒レベル4までに必ず全員避難と心得てください。そしてもしもの時、皆さんはどこに避難するか決めていますか？必ずしも市町村で指定した小中学校や公民館だけが避難先ではありません。その他にも、例えば安全な親戚や知人宅に避難することも考えてみましょう。また事前に予約できれば、安全なホテルや旅館も避難先になります。そして安全だとご自身で判断できれば、自宅にいることも可能です。大切なのは、事前にハザードマップで自宅を含め避難場所や避難経路が安全かを確認することです。普段からどこに避難するか、家族や周囲の人と相談しておきましょう。豪雨災害から命を守るために、私たちに求められるのは、自らの命は自らが守るという意識を持つこと。お年寄りなどは警戒レベル3で、警戒レベル4までに全員が危険な場所から避難。いざという時、躊躇せず行動できるよう日頃から備えておきましょうね。とても分かりやすい動画でしたね。はい、そうですね。ハザードマップの4ページに記載されているマイタイムラインの作成もお願いしたいと思います。画像の準備をお願いします。避難が必要な時に、危険が迫ってから自分がどこに逃げていいのか分からなかったら、すでに逃げ遅れています。こんなことがないように、あらかじめ作成してご家族で共有してください。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、何か森山さんからお伝えしたいことありますか？はい、防災週間にはさまざまなイベントが企画されています。埼玉県議会では、関東大震災から100年を契機に、埼玉県議会議員が中心となって防災訓練の働きかけが行われているそうです。画像の準備をお願いします。はい、
これは埼玉県議会が取り組んでいるシェイクアウト訓練というものです。皆さんもこの後一緒にやってみましょう。まず説明をすると、まず低く、これは地震があった時にですね、倒れないようにということで低くなる姿勢を取るということです。そして頭を守り、大切な頭を守ってくださいということです。テーブルとかがなければですね、リュックとかを頭の上に乗せてダンゴムシの体勢を取ってください。で、最後に動かない、この3つをやっていただくということです。はい、それではご視聴の皆さんも一緒にやってみましょう。では始めます。まず低く、頭を守り、動かない、これがシェイクアウト訓練です。ありがとうございます。それではすいません、このように隠れるところがないときどうしたらいいかっていうことなんですけども、一度ここに来ていただいている移住相談センターのお二人にもやっていただきたいと思います。すいません、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ声をかけますのでお願いします。まず低く、頭を守り、リュックを頭の上に置いてですね、手頃のものを頭の上に置いて守るということです。動かない、この体勢で揺れが収まるのを待つということです。どうもありがとうございました。このように小学校の避難訓練で行ったような行動が命を守るために役立つそうです。最後になりますが、9月2日には秩父市総合防災訓練が実施されます。お住まいの町会でも防災訓練が実施されると思いますが、ぜひ訓練に参加して一人一人が防災力を高めてください。本日はありがとうございました。日頃から皆さん一人一人の防災力を高めておくことが大事なんですね。そうですね、はい、今日は危機管理課の丸山さんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。続いて先ほど防災の方にも出演していただいた移住相談センターの松本さんと伊藤さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は写真展が開催されるということですが、どんな写真展なんでしょうか。はい、秩父市移住相談センターでは9月3日の日曜日にユナイテッドシネマウニックス秩父にて秩父の魅力再発見写真展を開催いたします。昨年度も盛況に終わりました写真展を今年度も引き続き地元の高校生の皆さんと秩父ファンクラブの合同で開催いたします。今回は秩父農工科学高校写真部の皆さんとの写真展となっております。はい、今回の写真展にもテーマがあるということなんですけども、どんなテーマなんでしょうか。はい、今回のテーマは秩父の町並みとなっております。秩父が好きで住んでみたいと思っている方や、秩父が好きで移住した方々が集まる、秩父ファンクラブのメンバーと秩父農工写真部の生徒の皆さんが同じテーマを掲げ、撮影しました。今回もたくさんの作品があるんですよね。はい、今回も50点を超える写真が並ぶ予定となっております。ご来場の皆様にも写真の中から秩父の魅力を再発見していただけたら嬉しいと思っております。もう一度開催時間と場所を教えてください。はい、開催日は9月3日、時間は10時から16時です。会場はユナイテッドシネマウニクス秩父さんのロビーを、お借りして開催いたします。入場は無料です。当日はウニクス秩父で、チャリフェスも開催しておりますので、皆さんのご来場をお待ちしております。はい、今回都合がつかなくて写真展を見に行けないという方にも他にもまだ見るチャンスがあるんですよね。はい、そうですね、今回の9月3日の写真展終了後、11月7日から11月21日まで、秩父市歴史文化伝承館の1階交流フロアにて、展示をいたします。なおですね、写真展当日からですね、こちらのチラシの QR コードを、読み取っていただきますと、生徒の皆さん、あと秩父ファンクラブの皆さんが、どこで写真を撮影したのか Google マップ上に、表示をさせて、皆さんがご覧いただけるようになりますので、こちらも楽しみにしていてください。はい、
Google マップであの写真を撮った場所が分かるということで、はい、まあ、写真を見てここどこなんだろうと思ったら調べて実際に行って、ね、行ってみるっていうことができるで、ね、はい、できます、はい、じゃあ本当に秩父に住んでる方も、まあ、秩父の魅力再発見ということで、はい、そういうのができるわけですね、はいはい、今日は移住相談センターの松本さんと伊藤さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ最後は PR 秩父のコーナーです。今日も秩父鉄道のお知らせを春山さんに教えていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今月の秩父鉄道どんな話題があるでしょうか。はい、まずはパレット9月号発行になってます。はい、はい、かわいい、なんかもう美味しそうですよ、はい、こちら濃く深いめっちゃなまったあのチーズの話ということで、チーズケーキ、はい、はい、チーズケーキの話ということで、はい、秩父沿線で食べられるチーズケーキご紹介しております。はい、結構チーズケーキっていろいろあるんですか。あのいろんな種類、あのお店ごとにかなりこだわって作っているところ多くてですね、あの紹介しております。ぜひあのチーズケーキだけではなくドリンクとか、あとあのいろんな食べ物と一緒にランチとかと一緒に楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。こう見るだけでもいろんな種類のチーズケーキがあるんですね、はい、そうなんです。色が違かったりとか、あとその作り方のふわふわ度っていうんですかね、しっとりしてるとかふわふわしてるとか、あとちょっとこうやってなんかクッキーが入ってたりとか、いろいろありますので、すごい、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。そうなんです。ぜひ秩父の方だとこの大野原の高野さんとか、はい、コーヒーと一緒に合わせると美味しいかなと思います。いいですね、はるちゃんと一緒に行きたいです。ぜひチーズケーキ巡りということで行きたいです、はい、そして他にもいろいろあるんですね、はいはい、実は今回、はい、駅からぶらり秩父駅紹介しております。やった、ありがとうございます、はい、お、でも結構いろいろな個性的なお店が多いんですね。あ、そうなんです。あのカフェであったりとか、あとリラクゼーション施設だったりとか、あと有名な道の駅秩父もご紹介しております、はい、ここでもあのチーズケーキあるんですね。もちろんケーキ乗せてます。チャムさんのチーズケーキはーい、いいですね、はいはい、秩父駅はね本当にいろんなお店があるので、うん、厳選するのも大変だったんじゃないですか。厳選中の厳選になっちゃいましたねでもいい感じですね、はい、秩父駅から、はい、はい、ぜひぜひ皆さんぶらりしていただきたいと思います。はい、はい、そしてそしてやはり9月といえば長瀞では秋の七草寺巡り始まります、はい、さっきもねニュースでもオープン法要をお伝えしたんですけど、はい、そもそもこの秋の七草寺巡りっていうのはこういろんなお寺に七草があるということですか、はい、あ、そうですね、万葉集に詠まれたあの秋の七草 の、 あの歌が元になっているんですけれども、七つの植物を、長瀞町内のお寺七か寺に植えております。すごい素敵な感じですね。なんかこう、はい、日本の和を感じるような。そうですね、日本の和を感じつつ、あとなんかあの里山の雰囲気とか、あと自然の中にある山のお寺さんの雰囲気とか、結構皆さん渋い感じのいいお寺が揃っております。はい、はい、あの本当いろんなお寺があって、うんうん、結構珍しいところだとなでしこが、ね、咲いてるなでしこが見れるっていう、うんうん、はい、よくなでしこジャパンとか言いますけど、そうです ね、はい、本当に咲いてるお花が見れたりするので、うん、はい、チェックしていただきたいと思います。あと私ね、尾花のこのね道光寺はおすすめですよ。ここ、あ、ここいいですよ ね、 ね、はい、すんごくいろんな尾花があって、はい、よくススキと言われるものですけど、やっぱそれを見ると秋を感じますよね。秋感じますね。ここ行くとなんかそよそよそよみたいな音がしてすごい気持ちいいんですよね。そう、なんかあのパンパスグラスとかね、すごいいろんな種類があるので、はい、そうそう、ぜひ楽しんでいただきたいと思うんですが、この七草寺巡りに合わせたツアーがあるんですか。はい、秩父鉄道と東武鉄道合同ハイキングということで、秋の七草寺巡りハイキングを9月1日から11日の月曜日まで開催いたします。はいはい、これハイキングということは皆さんでこういろんなところを歩いていくという感じですか、ね、はい、そうですね、自由歩行にはなるんですけれども、あの一気にこの7か寺すべてを、ま、巡るハイキングになっております。いいですね、はい、距離はなかなかあるんですけれども、ま、秋の風を感じながら
ハイキングできるかなと思います。はい、13キロおよそ4時間かけていろいろなお寺を7箇所回れるということで、はい、ちょっとね運動不足気味になっている方にもちょうどいいかと思いますのでぜひ秋を感じながら、はい、お出かけいただきたいですね。はい、ぜひ長瀞で皆さんのお越しをお待ちしております。はい、ということでちょっとなんか後ろに大きなこの七草寺めぐりの、はい、あのポスターとこっちにもちょっとね、はい、あの新しいポスターが半分切れちゃってごめんなさいこっちわからないんですね、こっち側ですね、青い方もありますけど、はい、長瀞はいろいろ観光スポットとしてたくさんあるので魅力がいっぱい載ってますね、うん、そうですね、もうちょっと夏の暑さも落ち着いてきつつはあるかなと思いますので長瀞の散策が楽しめる季節になってきました。はい、そう、あの歩道山の上に小動物公園もあるんですよね。小動物公園めちゃくちゃおすすめです。はい、あの動物との距離がめちゃめちゃ近いので、うん、あの餌やり体験がとても人気があります、うん、もう小さなお子様は絶対喜びますよね。あの大人で一番楽しい、私的に楽しいのはあの猿への餌やりなんですけど、はい、あのいかに猿にキャッチさせるかにこだわってしまってめっちゃ目合わせて行くよみたいなのすごい撮ってくれるんです、ね、めちゃくちゃ面白いですねそれがこだわっちゃうっていうボスザルとかいるんですか。でボスザル、それがボスザルが強いんですよね。だから私は小ザルにあげたいんです。小ザルとかあのお母さんザルみたいなのにあげたくて投げるんですけどめっちゃボスザルが来て奪い取ってくるんですよすごい、その体験をねもうするにはもう、そうあのすごいし猿の社会を学べる動物園になってますいやすごい、猿の社会をぜひ小動物公園に、はいはい、お出かけいただきたいなと思うんですが、うん、ここですね、こうちょうど写真がありますけど、はい、ロープウェイに乗っていくと本当すぐ行けるので、うん、あのお子さんを、ね、こう楽しませるのにちょうどいい距離ですよね。そうですね、ちょっと歩いて山の自然も感じつつあの動物とも触れ合える場所になっています。はい、ぜひぜひ、はい、秋の長瀞もお楽しみいただければと思いますということで、はいはい、いろいろと秋も盛りだくさんですけれども、はい、今日はあの最初のニュースであの西武鉄道のレストランでした52席の私服が、はい、西武鉄道乗りでありましたけど、はい、ありましたね、はい、初めての試みということで、はい、実は私も乗ってきました、はい、あ、そうなんですね、はい、お花畑駅からちょっと乗らせていただいて、うん、はい、中から車窓を楽しんでおりました、はい、どうでした、こう秩父鉄道を走る西武のレストラン電車、不思議な感じでしたねあのいつも見ているお花畑から長瀞の区間なんですけれども、やっぱり電車が違うといつもと違う雰囲気があってすごい良かったですいやすごい鉄道ファンも喜んでいると思うので、はい、ぜひこういった取り組みまたいろいろとお願いしたいなと思いますので、はいはい、ぜひ考えてみます。はい、ありがとうございます。ということであの地域一体となってね、うん、こう皆さんで鉄道の皆さんも含め頑張って盛り上げていきたいなと思いますので、これからもぜひチャンネル登録とそしていいねボタンもよろしくお願いします。はい、では次のまた配信でお会いしたいと思います。バイバーイ。